仕事には慣れた、チェイス？ええ、おかげさまで。それはよかった。きっと重要な任務を与えてくれるはずよ。そりゃあもうドーナツを買ってこい、今すぐにだ。了解。広大なレゴシティを舞台に、新米警察官が町の平和を守るため危険な潜入捜査に挑んでいく。彼の名はチェイス・マケイン。後に伝説の警察官と呼ばれる男である。レゴシティアンダーカバー、チェイス・ビギンズ。レゴシティはレゴブロックの街。いろんなものがレゴブロックでできているので、家具も植物も車も壊すことができる。壊したレゴブロックで別のものを組み上げることも。チェイスはどんどん壊し、組み立てることで事件解決のヒントを見つけ、捜査を進めていく。そして潜入捜査で欠かせないのが変装テクニック。チェイスは場面に応じて様々な職業に変装が可能。各職業はそれぞれの特殊能力を使うことができる。扉をこじ開け、障害物を爆破し、火を消し、空を飛ぶ。チェイスは変装することで閉ざされた捜査の道を切り開き、事件の核心に迫っていく。広いレゴシティの犯罪捜査に車は欠かせない。いろんな種類の車で街を自在に駆け巡る。犯罪者とのカーチェイスはもちろん、特殊車両を運転することで捜査の道が開けることも。運転できるのは車だけじゃない。レゴシティの平和を守るため、チェイス・マケインはその能力を駆使して犯罪者に立ち向かっていく。犯罪捜査以外にもレゴシティは様々な過ごし方にあふれている。街を走り回り探索すれば、いろんな遊びを見つけることができる。猫を助けたり、街の名所を見つけたり、ミニミッションに挑戦したり、壊し放題、組み立て放題、遊び放題、自由な街、それがレゴシティ。また犯罪者を逮捕したぞ。今日の俺はまさに無敵だ。あ、そうかい、レックス・フューリー。新米警察官が正義のため、平和のため、恋のために、何でもありのレゴシティを大奔走。彼の名はチェイス・マケイン。後に伝説の警察官と呼ばれる男である。レゴシティアンダーカバー、チェイス・ビギンズ。2年後のストーリーはこちら。伝説の警察官となったチェイスの活躍が Wii U で楽しめる。 Wii U レゴシティアンダーカバー。